大島義久は、日本の政治家、歯科医師、元参議院議員、元名古屋市会議員、愛知県名古屋市出身。1967年3月、愛知学院大学歯学部卒業。同年、南区六条町の大島病院に、歯科診療所を設立。1979年、名古屋市会議員選挙、南区選挙区に出馬し初当選を果たす。以後、 3期連続当選。1981年、医学博士号授与。1990年9月24日、無所属の参議院議員の高木健太郎が病気のため、任期中に死去。高木の死去に伴い11月4日に行われた、愛知県選挙区補欠選挙に自由民主党公認で、立候補し初当選した。1992年の、 第16回参議院議員通常選挙では、比例代表区に移り、出身母体である日本司会司連盟の支援を受け、再選を果たした。1996年、北海道開発庁政務次官に就任。1998年の第18回参議院議員通常選挙も、比例代表区に立候補し参戦。同年、自由民主党国会対策副委員長に就任。 2001年の第一次、小泉内閣で、経済産業副大臣など要職を歴任。2004年の第20回参議院議員選挙において、日本司会司連盟が、比例候補差し替えを表明したため、再び、愛知県選挙区からの出馬を表明した。この年、愛知県選挙区において、党の候補予備選が行われ、 元衆議院議員の浅野正と寺政学県議の長男の寺西厚氏と争うが、浅野が党の公認を勝ち取った。それと共に、日本出馬断念に追い込まれ、政界から引退した。医療法人大医会日進をリード、病院の理事長を務めた。ありがとうございます。